はい、こんにちは。関西カメラ学院、ハリー吉田でございます。初心者のための一眼レフカメラの基本完全マスターワンデー講座に参加申し込みありがとうございます。参加を申し込まれた方のためにですね、特別な動画を用意いたしました。それは当日マニュアルでね、撮影をするという技術を身につけていただきますので、例えば ISO の変更をどういうふうにすればいいのか、あとはシャッタースピードをどう触ればいいのか、露出の変更ってどうすればいいんだろう、絞りの変更をどうすればいいんだろうね、そういったところを事前にマニュアルで確認だけしておいていただければなと、きっと授業がさらに分かりやすいということでございます。そこで、取扱説明書の見方、早分かりというのをこの動画で作ってみました。ぜひ一度ご覧になってから参加されてくださいね。授業はとても分かりやすくなると思います。それでは取扱説明書を見てまいりましょう。この取扱説明書は PDF ファイルで、ニコンのホームページからダウンロードできます。インターネットでニコン D5600 取扱説明書と入れますとね、検索いたしますと、こういうダウンロードセンターというのが出てきます。ここをクリックいたしますと、こういう画面が出まして、ここに4種類ほどありますが、今回マニュアルでの撮影のやり方については、この活用ガイド詳しい説明書というところになります。ここをダウンロードいたしますと、はい、この取扱説明書が出てまいります。この取扱説明書の扱い方ですけども、まず最初にですね、索引がございます。索引後ろの方にずっと行きますと、一番後ろの方ですね、一番後ろがちょっと戻りますと、ここに索引がございます。ここでいろんな言葉をですね、調べることができます。今回マニュアル撮影のやり方を皆さんマスターしていただくので、いくつかこの辺のところポイントを押さえていただきたいと思っております。まず使うボタンやメニューのがですね、どのページに書かれているかというのをですね、見ていただく。まずフォーカス、ごめんなさい、フォーカスポイントですね、ハヒフエフォフォーカスポイントってここにあります。49、86、89、こういうふうなところをですね、見ていくということになります。あと、速攻モード、サシスセソ、速攻モードですね、サシスセ速攻モード見ました、これですね、速攻モード125ですね、ここでございますね、はい、こういうふうな形で見ていきます。あと撮影モード、4ページの撮影モードとかね、あります。ということで、じゃあまず順番に見ていきたいと思います。じゃあ最初のページの方に行きますね。はい、それでは説明する前に、各部分の名前をね、確認しておきましょう。よく使いますのはこの7番ですね、7番こちらであります、ね。この7番、撮影モードダイヤルというのがあります。まあ、4ページをご覧くださいということになっていますね。まずこれ大事です。はい、それからこの36番ですね、36、37、マルチセレクターというものがあります。これもとてもよく使えますのでね、これを使いこなせるようになりましょう。はい、このセミナーではマニュアルモードでの撮影、すなわちコンピューターを全部切ってしまって、カメラマン、あなたがシャッタースピードの数字を決める、絞りを決める、 ISO を決めると、ホワイトバランスの設定を決めると、こういう形になります。で、今回 M モードという、これを使えるようになりたい。で、マニュアルは120ページをご覧くださいということになっています。ですから皆さんですね、今回はこの PSAM がありますが、一番この M をね、使いこなせるようにということになります。はい、で、この M ですね、はい、カメラのこの一眼レフ
のとても面白いのはこのファインダーで見える世界ですね。でこのファインダーの中にこういうものがあります。これ何かと言いますとね、まあ、相手のモデルさんとしますと、モデルさんとカメラのこの距離ですね、モデルさんに焦点を合わせる、ピントを合わせるときにどこで合わせますかと、これだけいろんなところにね、これで合わせますか、ここで合わせますかね、今回、マニュアルですので、もう一箇所真ん中でね、真ん中の一点で撮るということも体験していただこうと思っております。でこれ選べるんですね、どこで、ピント合わせますかというのも合わすことができます。はい、この部分は AF エリアフレームということで40、48ページを、まあ、ご覧くださいということになっております。それからファインダーの下にこのいろんな数字が出ております。これもね、使えるようになりましょう。特に今回この9番のところ、10番のところ、17番、13番のところを使いこなせるようになります。9番はよいしょ、シャッタースピードがここに出ますね。で10番は絞り、シャッタースピードが300分の1、絞りが例えば F5.6 ということになります。から ISO の数字がこの13番のところに表記されます。でこの13番のところはですね、まあその時のカメラの設定状況によって ISO 感度以外にですね、まあ、いろんな他の例えば記録可能コマ数とか出るということなんですけども、はい、まあ、今回はここ ISO 感度を決めるときに使うということをちょっと意識しておいてください。それからこの17番、これをインジケーターと呼んでいます。これね、インジケーターで、ここにあのプラスマイナスがあります。これをこの使い方もね、授業の中でやっていきますので、インジケーターといえばこれだよということで覚えておいてください。から18番、この稲妻マークの雷マークのですね、プラスマイナス、これはストロボの光を強くしたり弱くしたりするときに使う記号でございます。から19番、これが露出補正というね、プラスマイナス、これも使い方後でお教えしますので、また覚えておいてください。でこの20番のこの頭にね、 ISO オートって出てますね。ここにあの、ISO 感度、今オートですよということになってますけども、これをオートではなくて皆さんがマニュアルで決めるということになります。まあそういうものが出てるんだよということを大体覚えていただければいいかと思います。このカメラはですね、このインフォボタンというのがあります。ここですね。でこれがとても便利なんですね。何かと言いますと、インフォボタンを押しますと、モニター、この手前の画面ですね、テレビ画面にこれだけデータが出てきます。で今回マニュアルで撮影いたしますので、特にこのシャッタースピード、絞り、 ISO、 この数字を自分で変更することになります。でこちらにもですね、先ほどのインジケーターが出ております。それからピントをどこで合わせますかという設定の状態がここに出てくる。この下にですね、例えばホワイトバランス、ここですね、ホワイトバランスはオートですよ、 ISO は今100ですよね、100ですよというのが出ております。はい、でまあこれも後で説明いたしますが、ここがあのホワイ、速攻モード、光の量を測るセンサーのね、広さをここで表します。で今回ここはですね、スポット速攻を使って撮影するということになります。ここはまた後でご説明していきたいと思います。ピントを合わせるのをどういうふうに合わせるか、カメラのオートですね、オートの場合のこのいろんな種類の、ピントの合わせ方があるんですが、まあ、ここにインフォボタンありますので押せば、まあ、モニターにこういうここですね、ここを変更をしていきます。まあ、そうするとですね、まあ、これだけの種類があるわけでございますが、はい、でまあ、今回は、この左端のね、これで、やりたいな、シングルポイント AF で、使いたい、または完全マニュアルにしてしまって、このシングルポイントでですね、マニュアルでやると
という形を練習していただきます。その次ですね、125ページにありますこの被写体の明るさを設定する、露出明るさを設定するこの速光モードというものをですね、使いこなせるようになっていただきます。今このカメラは3種類あります。マルチパターン、中央重点、スポットで、今回このスポット速光で、やりますので、このスポット速光に切り替えるように、練習しておいてください。まあ分かんなかったらね、また当日会場でお教えしますけれども、やり方は簡単です。 i ボタンを押しまして、モニター画面に出てくるこの、なんて言うんでしょうかね、このマークですね。はい、このマークをですね変更します。そしてこの梅干し弁当マークですね、真ん中に1点だけある、この梅干し弁当マークに変更していただくとスポット速攻になります。でこのスポット速攻をどういうふうに使いこなすかというのをですね、今回のセミナーで、具体的に、お教えしやっていただくということになります。131ページのフラッシュ超光補正も使う練習をしますので、超光補正となりますとここを、使うということを覚えておいてください。フラッシュをね、ストロボと言ったりフラッシュという言い方しますが、ニコンの場合はフラッシュと言います。フラッシュを使うときはこのカメラのこの横っちょ、これをですね、まあ、押しますと、パチパコンと、フラッシュが立ち上がります。で、立ち上がった時に、そのままやるとカメラは一定の光を出すわけですけども、もっと強くしたいなとか、もっと弱くしたいなという時には、調整することができるんですね。人差し指でこのプラスマイナスボタンを押しておきながら、親指でこのコマンドダイヤルを触りますと、ちょっと弱くする、マイナスター。マイナス 0.3 とかプラス 0.5 プラス1プラス2というような形で変更することができますよということですね。ホワイトバランスのマニュアル設定も今回体験していただきます。ホワイトバランスを合わせる。でホワイトバランスというのはですね、例えば夕焼けの真っ赤化の太陽の光を浴びると、皆さんの白いシャツは何色になるでしょうかね。なんとなくこう夕焼け空色になっちゃいます。で、そういう時でもですね、白い服は白く映るように、白い布は白く白い布で映るように変更する、そういった時に使うものでございます。で、ホワイトバランスはですね、皆さんのカメラ普通オートになってるんですけども、あとね、電球の下で撮る時、蛍光灯の下で撮る時、晴天の下で撮る時、というのはあるんですけども、今回はこのプリセットマニュアルというのを使います。この PRE ですね。はい、これを使います。はい、プリセットマニュアルの使い方は143ページになります。143ページに書いてあるんですけども、やり方はね、どうするかと言いますと、白い紙を撮影いたします。で、白い紙を撮影いたしまして、その白い色がですね、白い 紙が、いろんな光、例えば緑色をかぶった色だとか、夕焼け空のアンバーの色がかかった色だとか、そういった色かぶりをしております。それをカメラが感知いたします。でそれをですね、このプリセットということで、そのカラーフィルター処理をしてですね、白く映るように設定しなさいと、まあ、こういう指示をします。でその指示をされたことでカメラがそういうふうに色合わせをするわけですが、その結果をですね、そういうプロセスを記憶します。で記憶したものが先ほどの PRE というのを選べばですね、その記憶したプロセスで写真を作り上げるということで、夕焼け空の下でもですね、白いものを白く撮るというようなことができるわけです。はい、で具体的にどうするかなんですけども、まず白い紙を用意しますのでね、その白い紙を写真撮ります。はい、でこの時に、撮るのはプログラムモードで結構です。あとは、絞り優先、シャッタースピード優先で結構です。カメラ任せで撮ると、うまくいきます。はい、でそれで、覚えさせると。でこれを取得データというふうに呼んでおります。まあ要するにその時の色の情報でデータを取得するんだと、まあ、こういうことですね。はい、
それが分かればもう簡単だと思います。撮影メニューというものをこのメニューからですね呼び出しまして、このプリセットマニュアルという項目が出てまいりますので、これを選択いたします。そうするとこの取得データを使いますか、撮影データを使いますかというのが出てきます。撮影データというのは過去にもその前にも撮ってた場合はそれを使うという時が撮影データですけども、今回は白い紙を新たに使って撮るということから始めてもらいますので、まず取得しましょうと、ね、で取得しましょうということで、新たにデータを取得しますか、はいということで OK、 はいボタンを、はいを OK いたします。で、はい、じゃあ白い被写体を用意してくださいということがここに指示が出ますので、このプリというところが、ね、PRE がねこれ点滅するんですね。ピッカピッカピッカとね、ここですね、これ点滅してる間に、撮ります写真をね、はい、点滅中に写真を撮ります。そうしますとね、うまくいった場合はグッド、適正露出でうまく撮れて、色のかぶり具合がの情報が取れましたということでグッドが出ます。でこのノーグッドが出た時は失敗してますので、もう一回やり直しましょうと、こういうことになります。はい、でこれでですね、グッドが出た段階でカメラが、その光の状態を記憶しておりますね、ということになります。で次から写真撮る時にはホワイトバランスの設定をですね、ここの WB のところを先ほどのオートでもなければ太陽マークでもなく PRE を選んで撮影すればいいと、まあ、そういうことになります。一眼レフカメラの基本風マスター、楽しみされていることと思います。ぜひね、皆さんもご一緒にですね、腕を上げていただければなと思います。まあこれだけ多くのことを一日でやるわけですからね、楽しみにしてください。まあ、実際に参加された方たちがですね、楽しくこうやって学ばれておりますので、ぜひご安心いただければなと思います。それでは、関西カメラ学院の講座、楽しみにされていることと思います。私も楽しみにしておりますよ。それでは会場でお会いいたしましょう。それでは